新旧文化人放送局コンビが内部事情を語るで、文化人放送局の内部事情についてご紹介しましたが、あの番組はバラエティ番組といった趣旨の発言もあったのでご紹介します。テキサスオヤジ日本事務局ワールドオヤジサテライト2021年5月14日生放送。うちのトピックなんてもう昨日から作ってあるのに、準備がねちゃんとしっかりしないと。でもあの番組バラエティ番組だよね、ある意味ね。うん、バラエティそうだね。ワイドショーと一緒でしょ、この番組もバラエティっていうか雑談はっはっは、雑談っていうか時事政治ですよね、国際社会問題ですよね。そうですね、はい。意外と真面目なことを適当に言ってるように見えるんですけどね、ちゃんと真面目にやってるんですけどね、なかなかね分かってもらえてないというか、とのことです。千葉玲さん同意しちゃっていいんですかと思ったところで、蓮見さんが雑談と和親自虐に持っていきました。藤木さんも真面目にやってると冗談っぽくおっしゃっています。確かに深刻な話もやってるけど、山口則之さんに社交おじさんという愛称がついたり、和親は独特の雰囲気がありますからね。いやー分かってもらってないね。ほらこないださ健康教室さんってあるじゃん、あそこのコメント欄見に行ったらさ、藤木と蓮見なんてろくな仕事もしてないのにこんな雑談ばかりみたいなこと言いやがってってさ、うちらろくに仕事してないように見えるんだって思ってとのことです。どのコメントかまで確認していませんが、おそらくテキサスネタの動画のコメントだったのではないかと想像します。私も7歳児狂ってる動画小食などと日々ありがたい言葉をいただきます。イライラすることもありますが、そんな時におすすめなのがお墓参りです。自分がやってることはご先祖様が見ててくれると思えば、誹謗中傷が気にならなくなるわけではないですが、小さなことだと感じられる気がします。話がそれてまとまったんだかまとまってないんだかはよくわかりませんが、そんなわけで蓮見敏子さん、我がチャンネルをご紹介してくださってありがとうございました。健康くんが誹謗中傷を気にするタイプなら僕を真っ先に亡き者にするよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。